奈良子さんに全てを任せる。ねえねえねえ、できるしたろ。いや、これ何回シリフやらせんねん。もういって。4人。うお、ナイスすぎる。ロはい、最強これ。停電直しました。はい、ナイス。ゲンさんが直したの？はい。そうなんだ。ケンしか金庫。めっちゃキッチンいたから全然他の人は思ってた。なんでオラクに2票入ってんの？なるほど。慎太郎さん、高田さんです。おお、当たってる。よくわかるね。すげえ。なんで相方の今までわかるんだよ。じゃあ前ボタン押して死の。やめて。おお、いいボタンだった。いいボタンだな。直したのは誰ですか？はい、奈々子さんです。ん、ふーんってなんだ。いや、奈々子やで。俺最後声入ったら奈々子いたし、チェロスケが今ふーんって言ってたから信じてなさそうだったな。いや、いやそう、まだかなって。なんで疑うんだよ。なんで疑うんだよ。いや、信じてあげて。俺が見たから奈々子はやったよ。あ、そうやったら信じてます。やってない、俺見てる。あ、じゃあ、どうする。今のは神棒。シェリフだからわかるけど神棒。絶対に切るの起こらないボタンだった。こんなにシェリフ引くやつおるみたいな感じだったけど。7個映え。あら、慎太郎さんが、メインとシャワーの、シャワーの入り口ぐらいで発見です。で、メインとシャワーからドア閉まってました。シャワーの中です、とりあえず。はい、高田さん、エレキで見ました。あー、いたかも。コックピットから、オニキが出て右に行ったじゃないですか。ああ、その後ろに、奈々子さんと、慎太郎が あるってメインの方に行ってるはず。うん、浮き子から出てエンジンの方行ったから。うん、シャワーって結構人いた気がするけど、誰がいたのかな。停電がいた。うん。実質点はだから、その、誰レポートでしたっけ。あ、ゲンです。慎太郎さん。慎太郎さんキルは、ハイブリさんか、畑迫くんのどっちかだと思ってます。うん。まあ、僕、視点は抜けて、先に抜けてエンジンに行ってるんで、まあ、どっちかわかんないって感じですね。ハイブリは、ハイブリも今、エンジンまで到達できてます。ほぼ畑迫くんの後ろぐらいにいる状態かな、じゃあ。オラスさんって最終地点どこですか？シャワーの、タオルタスクのところですね。あの、バスタオルの直すところです。え、てかでも畑迫くんとマジでエンジン行ってる？あ、行ってますよ。俺今メインとエンジンの扉俺が開けたんだけど。あ、多分その、開いてたんで僕が通った時は。シャワーもメインも全部開いてたんで。ねえ、タロちゃんとすれ違ったの、畑迫くん。すれ違ってる。シャワールーム内では。あ、シャワールームまで行かれたのか。いや、あのね、俺初めね、タロちゃんと武器庫でタスクやったのよ、今回のターン。うん、あ、そうそう、慎太郎はね、その後ね、停電前にはコミュニケーションからエンジンメインの方に抜けてるのを僕見て、よくその上に行ってる宿舎前の方に行ってるから、
めちゃめちゃ移動してんだよ。どこですれ違ったと思いました、ナナコさんは。あ、いやだって畑坂あの、うん、シャワーメインエンジンって言ったんでしょ。今言った通り太郎ちゃんは確実にエンジンメインシャワーって使ってるから、うん、あ、はいはいはい、はい、どっかで太郎ちゃんのすれ違いがあったなと思った。どこですれ違った、うん、シャワールーム内でいたはずですよ。えだって所定武器庫でタスクをやって、そこから迷惑に見られてコミュサボエンジンメインシャワーまで行って、初手の方で果たそう、あ、いつぐらいの時かわかんないけど、そこシャワーで前だった。ホラフ君って今どこにいる？僕シャワーのバスター。ゲンさんのセルフって終える？いや、まあ、あるってあるですけど、でも、あの貨物で停電を直しました、手足が。オラフさん、その方、場所見てないんですよ。アーカイブでお見つけしたんですけど、倒れた人の前には少なくともいなかったはずです。てか、それだったらオラフさん。私がその新調さん発見してるって話がすぐ出そうなもんなのに。ごめん、結局どういう疑いの話になってるのかよく分かってない。またさこ怪しいになってる。それとも死体位置がおかしいってなってる。はい、ナイス。はい、シェリフいますか？はい、シェリフです。まあちょっと議論がぐちゃぐちゃになってるきたからちょっとまとめたいなと思って。はい、とりあえず僕視点できない位置はナナコさんができなさそうっていうのを。どうしようか。2キルともですか？はい、2キルともできなさそうです。展望で停電が直した時にナナコさんがいたんで、そこからどう考えてもいけないなと思って。うん、うん、じゃあまあ白1度停電も直してますので、はい、停電直したのは僕ですよ、はい、あれ直したのは違う違う、一番最初に倒してるんで、奈良子さんが。ああ、はい、強靭にないってことね。はい、コメサボ直したね。コメサボね。オッケーオッケー、その二人が後ろなのでかいです、ね。はい。シントロクの死体はシャワー、はい、メイン、メインとシャワーの入り口近辺でシャワー側です。シャワーの中だと思ってください。入ってすぐのところ。はい。で、メインシャワー間のドアは閉まってました。はいはい。なので当てようとして殺されてる感じですね。ゲンさんはどっちから行ったんでしょう。ゲームはアーカイブから行っており、でアーカイブ停電明けぐらいのタイミングでオラフさんが下に下っているのが見えてるので、オラフさんはシャワー近辺におられるのは正しいんですが、オラフさんがトールタスクの前にいるっていうのはちょっと分かんないですね。ああ、見えてないんで、だから下を切って奥に隠れてたとかそういうパターンかなってちょっと思ってます。僕はゲンさん見えてるんですけどね、アーカイブからシャワー下っていくの。もうもし、ごめん、あのシャワーの登場人物全員聞いといて、オラフさんとゲンさんと、ハイブリッドさこかな。はい。で、ゲンさんはアーカイブで停電前に先に俺の方がシャワーに入っていて、でシャワー俺抜けてそのままメインの方に抜けてる。でもゲンさん、うん、ゲンさんに言いたいんですけど、僕よりも絶対畑坂くんとかハイブリさんの方が怪しいですよ。だってもうエンジンルームメインまで行けるのがおかしいかなと思ってて、時間的に。それこそエンジンの扉開いてたと思うんやけど、さっき沸いた人、俺もエンジンで沸いてて開いてたし。他にも見てくれてる人がいるはずやから、俺が開けて、俺はちょうど入ったとこぐらいやから扉開けた、それで証明できると思うから、畑坂くんが行ってる方が俺は怪しいと思ってる。オラフくんが一番場所的にはヒットやけど、うんうん、僕釣るんだったら、じゃあ畑坂くん指定しますね、ローラー先を。どうするかな、僕の方が前にいるのに、ハイブリさんじゃなくて僕なんですか？え、それブリちゃんが開けたとこ通ったはず。そう、俺が。いや、違う、ハイブリさんよりもっと前に僕は。ま、おにぎどうします？ハイブ、あ、畑坂くん釣ります。じゃあ。あ、え、ハイブリさんエンジン。僕はハイブリさんが扉を開けるより先に出ているんですよ。で、僕が通った後に扉が閉まってる。それがハイブリさんが開けてる。で、オラフくんはゲンさんの死因がないから、僕はオラフくんの方が怪しいと思ってます。オラフくん。あ、オッケー、オッケー、はい。オラフ君切れたらいいけどな。いないよな。あれ？ナナコさんに全てを任せる。ねえ、なんだ。はい。武雄さんが僕シェリフで切りました。ナナコさん見てました？はい。はい、今確実にあのオラフ君動かずにオニキが吹き飛んだんで、うん、オラフ君は、はい、隠し色でいいです。
オッケー、オッケーです。こうロラを止めて、オニキがセリフじゃなかったってことですか？あ、違う、オニキがセリフで、隠しろ。それを七子くんが見てんやろ。七子って席から仕事されてるから、七子くんがマットとかもない、うん、コミュニケーションも直してるから、オッケー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 、いいです。じゃあ七オラフの視点から進行していけばいいと思います、うん、で、あと基本的に慎太郎キルを洗ったから次は高川さんキル、そうか、もしくはみんなが不安やったら客観視点俺が出てくるのかなって思ったぐらい、一応自分から言っとくけど、畑迫君、うん、白の場合ってこと、そう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 、それぐらいやけど、まあ俺は白なので、それやったらめちゃくちゃありがたくて、俺視点は畑迫君で落ちたのが確定したからめっちゃありがたい、うん、高田さんってどこで死人情報があったんだっけ、なんかエレキってチロが言ってなかったっけ、あーエレキか、違ったっけ、え、違ったっちゃうっすよ、あ、誰がエレキですか、おい、聞いてみようと思って、あ、これえ、剣士がエレキにいたってチロが言ってた、いまし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 た、絶対いた、どっちに向かってそうとかってわかる、剣士が、あのね、チェロがその8番のぐるぐるタスクをしてた時に重なったって感じで、でチェロはそこからセキュリティのアップロードでアップロードしているんで、そこからわかんないです、ね、じゃあそっち側には来てないってことね、チェロスケ来てない、来てないのだ、チェロスケ、あ、どうぞゲストさん、あ、すみません、もうこれはハイブリさんの釣りは行かないルートですか、私視点だとまだ懸念が残るんですが、オラフさんが白を、だった以上ハイブリさんあったところの中に、まあ一郎はいるだろうという条件になるんで、まあ、まあ私のセリフを弾いていただく前提にはなりますけど、そうだね、まあそうですかね、畑さんが最高にオラフ君を上げていたから、まあもうここで止めますか、畑さん君を行こうと思うんだったら、畑さん君のその扉開けたっていうのも出してるのが俺やから、白く見てほしいかなぐらい、 う、ね、うん、まあ民意は得られないと思ってます、あくまで私の個人の意見です、まあ、はい、剣士キルに関われるのがチェロスケ視点誰になるんだろう、エレキにたくさん人がいたのと、あとですね、バイタルの方向に誰かが向かって入れます、オッケーなので、ハイブリに従うべきだと思う、オッケーオッケーオッケー、わかったわかった、ごめんなさい、いや、いいと思う、俺もそれは進行、うん、がいいと思う、一応でも俺から言ってるから、畑底くん軸で考えてほしいかな、俺から自分でケアの話してるからね、オッケーです、はーい、はい、おお、いやよう釣れた、いや、じゃあゲンさんまでロラしろよあ、なるだろ、マット、イエス、あ、マットかうちなんだそこは、僕弁当の中でハイブリさんが歩いてくのを見てました、はいはいはい、なるほどなるほど、そっか、ごめん、なんか自分から言ってケアしてるから白く見られるかなと思ったんやけど無理やった、いや、そう、僕はそれで逆になんか、あ、チェロスケは、そう、村勘定っぽく見えるからハイブリさん白置きしてオラフに触れたらいいなって思ってたんですけど、うん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 、そういうことね、うん、あ、でもね、それのおかげで、あら、あら、はいはいはい、はい、ほぼほぼ確定でチェロスケです、あ、ほぼほぼ確定でチェロスケです、チェロスケかゲンさんのどっちかだもんね多分ね、うん、できるのが、うん、聞くチェロスケから先に、昨日のルートでもう私のセリフは指定していただいたかなと思ってるんで、チェロさんに入れていただければと思います、チェロスケなんかある、いや、いや、よし、そろだってこれ、どういうこと、いや、チェロその貨物でオラフ君と湧いて、で、あの、あれみんな投票してる、ラウンジに残してラウンジに残して、そのシャワールームのタオルタスクをしようと思ってタスクやってたんですが、なんか、あの、よくわからない、多分ななこさんのセルフですね、これは、わかりました、チェロスケななこさんまで釣ってやる、絶対に、うん、お願いします、釣るな、釣るなよ、いや、これマジでお願いします、終わると、釣ってやる、終わらなかっただけななこさんまで釣る、ナイスファイト、畑さん待ってか、あ、よかった、ご覧ありがとうございます、聞いていただいて、いやー、私しかしても懸念がまだ残ってたんで、危ね危ね、そうっすよね、自分で言うたら白くなれるかなと思ったんけど、はい、見た目止まって僕で止まってくれる、いや、オラフ君ナイスだね、マジで、じゃあナイスさんだ、ナイスオラフ、すごいナイスオラフ、1キルからの2キルで勝ったようなでしたね、惜しかった。いや、オニキもあそこワンチャン PP アルバムだから、オラフ君切りに行ったの素晴らしい、うん。うん。
よし。ナノコさんがね、見ててくれた。ちょうど同じところにいたから、ここしかないと思う。うん。素晴らしい。死んだ。ドキッとするじゃん。